ルネルは、フランス、奥下にー地域圏、エロー圏のコミューン。モンペリエの東約2 1トル、ニームの南西約2 8トルに位置する。この2県庁所在地とは、鉄道と N113 道路でつながっている。ビドゥール・ガーウガンにあり、モーギオとカマルグに挟まれた、中石平野城にある。この平野では、ワイン用ブドウ栽培や林業が行われる。南部へ向かうと、 さらに湿地が増える。湿地上にできたタコミューンと同じく、その起源をたどるのは難しい。伝説によると、起源68年、イエリコからやってきたユダヤ人たちが町を作ったという。888年のリュネルは13の村を含む断尺領に属した。ゴースル向けの総部断尺がリュネル領主であった。中世のリュネルはユダヤ哲学の中心で、 中世の小さなエルサレムと称された。1622年、プロテスタントに属した、ルネルは王軍によって包囲された。1632年のアレス条約によって、町の防衛設備は廃止された。2008年9月、太陽光発電所がバレコグループに、業務委託された。この発電所は220万ユーロが投資された、フランス本土の太陽光発電所で重要なものである。 グループバレコ、ありがとうございます。